ら知る南阿佐ヶ谷のとんかつなりくらの店主三谷誠三です。本日はよろしくお願いいたします。本日はですね、家庭でも美味しく揚げられるとんかつの揚げ方を伝授したいと思いますので、ご家庭でも試していただければと思います。よろしくお願いします。今回の揚げ方のポイントなんですけど、当店では低温でじっくりと揚げる揚げ方ですので、今度温度は低めで設定していきたいと思います。低温で揚げることによって肉にストレスがかからず揚がるので、すごいジューシーに柔らかく揚がるというのが特徴ですね。で、今回肉の下処理ですね。豚肉はここに、赤身と脂身の間に筋がありますので、そこを切っていきます。そうすると縮んで丸まることがなくなるので、こうすることによって肉が反り返るのを防ぐことができます。で、卵なんですけども、これはよく切っておいてください。こう白身が残っている状態だと衣がうまくつかないので、今回ちょっと営業用で多く割ってしまったんですけども、普段家庭でやるんであれば1つか2つあれば全然大丈夫だと思います。で、これぐらいもう白身がつかないぐらいの、さらっと流れるぐらいまで溶いておいてください。豚肉に塩コショウしていきますね。まんべんなくちょっと高い位置から振ってください。うっすら見えるぐらいでいいと思います。黒コショウだとちょっと効きすぎるところがあるので、ちょっとマイルドの白コショウをうちは使ってます。これに衣をつけていきます。小麦粉ですね。小麦粉も適量でいいんですけど、あまりケチってしまうと全体につかなくなってしまうので、重要なポイントである、よくつけてよく払うということですね。よく払う、うっすらついてる感じですね。おダマになってないようにつけてください。ここでダマになってしまうと、こういう状態のまま卵に入れてしまう。で、表面ついてるんですけど、今度ここでパン粉をつけた時に割れちゃうんです。で、この粉にはパン粉つかないので、こうなってしまうとここにはパン粉がつかない状態で揚げてしまうので、ここから肉汁が逃げてしまって衣が剥がれてしまう。必ずここでよくつけてよく払う。あとつける時に、このさっき切った筋、肉と油の筋のところをちょっとこう押さえて柔らかくしてやる。ちょっとここが伸びてまた縮みにくくなる。こういう状態ですとさっきみたいになってしまうんで、ではなくてよく払う。本当にうっすらついてるだけです。こういう状態にしてください。小麦粉ついてるとパン粉がつくわけではない。ついてない方がパン粉はつきますね。これぐらいで卵の中に入れます。卵にももうちゃんと全部浸るように、卵がついていないところがないような状態で、ここでもよく切ります。卵は、卵がつきすぎてるとこのパン粉がダマになってしまうんで、そこだけ火が通らないっていうことが起きてしまいます。で、落ちないぐらいになったらパン粉の上に、できれば生パン粉を使ってください。乾燥パン粉も長持ちはするんですけども、食感が硬くなってしまうので、生パン粉ですとふんわりした食感になりますね。で、今乗っけたところに結構多めに、完全に隠れるまでパン粉を乗せてください。上から押さえつけるんではなくて、ちょっと斜めに押すような感覚ですね。上だけじゃなくて上下、肉の形をもう一回ここで作ってやります。で、持ち上げるときに急な角度がつかないようにしてください。このまま持っていきます。急な角度をつけてしまうと、そこが折れて今度は裏についたパン粉が剥がれちゃうので、一回やってもう下が硬くなっているので、硬いところだと肉も硬くなってしまうんですね、次につけた時に。なんでこう一回ずつふわふわの状態に戻してあげます。最初はとんかつやってこだわったわけじゃないんですけども、おじが東京でとんかつやってまして、でそこに修行に行かせてもらおうと思って、まあその前に食べに行ったんですけど、まあ、食べに行った時の衝撃がすごかったので、食べたことないとんかつだったんです。で、これがまあ自分でできるようになればやっていけるかなと思って、そこはお願いして入れてもらって、そこからですね、とんかつ。今お店の看板メニューが白い、白いとは、まあ、よく言われるんですけど、当店のメニューには白いとんかつっていうのは一言も書いてなくて美味しい揚げ方をいろいろ試したんですけど、で試した結果が白くなったんですね。
パン粉の歯触りであったり、肉の食感であったり、油切れであったり、そういったとんかつに必要なことをこう自分の求めるとこを探していくと、結果まあ色が白くなった。クラシルのアプリの方でもこの動画のレシピを配信しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。油はまあ大体130度ぐらいで入れると思うんですけど、ちょっとこうパン粉を投げてもらって、パン粉が上でジュクジュクってジュクジュクとなるぐらいですかね。泡の感じですね。今ちょっと沈んで上がってきたと思うんですけど、沈まないで表面で泡がプクプクと出るぐらいので、パン粉を一つまみ取って入れてみます。でここでちょっとこう広がってくる、パン粉が広がってきてちょっと泡が立ってるんですけど、これぐらいの温度を目安に、ここでも急に折らないでスッとまっすぐ上げてください。で余計なパン粉を取ります。ここで取れるパン粉は中で取れるんでもったいないので、ここで取れる分のはここで取っちゃいます。先からゆっくり入れていきます。ゆっくり入れていきます。油の量なんですけども、とんかつが完全に沈むぐらいの量は用意してください。4センチから5センチぐらいはあるといいかなと思います。少ないとすぐ上がっちゃうんで、すぐ上がると今度は焦げてしまう。とんかつが下についてるんですけど、ついてる部分はパン粉はどうしても寝てしまいます。もともとここの時点で下はもう押さえられたパン粉はもう寝ちゃってるので、上についてる部分はこうまだ生きてるんですね。温めながら上のパン粉をしっかり固めるっていうことが大事です。で入れてからはしばらくはこうあんまり触らないでください。触っちゃうとまだパン粉が固まってない状態なんで衣が剥がれてしまいますね。でこの周りにあるもうこのパン粉なんですけども、これ取ってもいいんですけど、うちでは目安にしてるとこもあるので取らないで最後まとめて取ります。これがだんだんこう沈んできたりすると、今度はじゃあ裏返すかなっていう、油がこう上にかぶってないとそこの部分火が通らなくなるので衣が固まらない。で裏に返して固まってない衣が下についちゃうと衣が立ったサクサク感が出ないです。両方とも焼いたような感じになってしまうので、泡立ちの速度が速くなってきたと思うんですけど、これでもう少しですね、だんだんこの辺の間がきれいになってくる。だんだん温度は上がってきてるんで、 3,4 分経ったところで一回ちょっと裏ちょっと色がこのぐらいで、少し茶色いぐらい、そうですね、これぐらいでひっくり返します。本当にほんのりですね。ほんのりですね。このぐらいのこのぐらいの色なんで、生パン粉は水分を持ってるんで、パン粉の水分が蒸発している状態なんですね。でパン粉の水分がなくなると、そこの今まで水分が入ってたところに穴ができてサクサクの衣になるんで、水分をこの中で最後まで抜いてやる。その次油が入っていくので、その手前で揚げます。今この音はまだこのパン粉の水分が出してるんですけど、今度はバチバチって言ってくると、それはもう肉の水分が出てきてるので、バチバチっていう音がする前に揚げるようにしてください。でこう表がだんだん固まってくると思います。見た感じでこう合ってる。皆さん火が通ってないといけないので、ここでじっくり揚げたいのは分かるんですけど、もうこのぐらいの状態の時に揚げます。火が通ってないような色ですけど、これぐらいで揚げて余熱で今度は火を通します。油は冷めるのが遅いんで余熱が効くんですね。揚げ続けると今度はさっき言った肉汁が出てしまうんで、肉汁が出るということは油も傷みますし、今度はその肉汁が衣と肉の間に入っていく。でそこで剥がれるんですね。で肉は縮んでしまうし、硬くなって美味しくなくなってしまう。これぐらいの厚さだと5分ぐらいは置いといていいと思います。油がこう切れてるとポタポタ落ちてると思うんです。これ油切りながら余熱で火を通している状態です。油切るの大事ですね。どうしてもそのまま切っちゃうとベチャっとしたお肉になってしまうんで、でこの間に付け合わせのキャベツを切っていきたいと思います。キャベツなんですけど、僕たちが切るときはここを半分にしてこのぐらいの厚さで切ってしまうんですけど、家庭ではちょっと難しいと思うので、ちょっと剥がしてこれをですね重ねて丸めます。で高さをできるだけ低くしてやってあげた方が切りやすいので、ここでギュッと押さえて、細く切るには引き切りの方がいいと思います。ち
ょっと難しいんですけど、こういった感じで引いて切っていきます。キャベツはできるだけ細い方が美味しいので細く切ってみてください。なかなか引き切りはされる方少ないのでちょっと難しいかもしれないですけど、頑張ってみてください。切れない場合はさっきまとまったままピーラーで切るとか、そういったやり方もありますので、やりやすい方でいいと思います。でキャベツなんですが、水にさらしてしまうと思うんですけど、さらしてしまうと旨味と栄養分が水に出てしまうので、水にさらさないでそのまま召し上がってください。甘みがすごくわかると思います。この中で空気を含ませてやるとより美味しくなります。盛り付ける時も空気を含ませながらこんな感じで盛ってあげると美味しいと思います。真ん中あたりふわっと盛ってあげてください。こちらがバラ先、油の部分になります。でここはちょっと硬いので小さめに切ります。食べやすいように1センチちょいぐらいですかね。この辺はもう赤身と上に脂身があるだけなんで2センチぐらいの幅で、で盛り付ける時なんですけど、ここに包丁を滑り込ませて、で手を添えたままこのキャベツをちょっと持ち上げるように見ていただくと立体的なとんかつになると思います。火の入り具合はこれぐらいですね。ジューシーな断面が見えると思います。ここはできるだけこうピンク色になるように目指した方がいいと思います。白だとどうしてもちょっと硬くなってしまう。はい、とんかつ完成しました。そうですね、家庭でやる場合揚げすぎも良くないんですけども、豚肉なので必ず火は通した状態で召し上がってください。生肉の時の赤さと火が通った時のこのピンク色の加減が、繊維が見えてる状態ありますよね。肉眼で見えてる状態であれば火は通ってます。赤く繊維がよくわからないぐらいの真っ赤な水の塊みたいなのがあると、それも生なので絶対に召し上がらないでください。そこを火を通すのはもうあとは硬くなってしまいますけども、レンジでやるとかそういったやり方で生で召し上がらないように注意してください。南阿佐ヶ谷から徒歩5分ぐらいですね。あと阿佐ヶ谷駅からも 12、3 分で来れると思うので、ぜひ交通の便もいいと思うのでぜひいらしてください。うちの特徴といたしましては、ちょっとコース仕立てで前菜から2品3品ぐらいお出しして、でその後にとんかつも1枚丸々出てくるのではなくて、お好きな部位を6種類の中から2つか3つ選んでもらって、1つずつ揚げたてをお出しするようにしています。いっぺんに出してしまうとどうしても最後の方は火が通り過ぎてしまうので硬くなってしまったり、ちょっと脂っぽくなってしまったりするんで、うちはもう揚げたてを1つずつ召し上がっていただくようなスタイルで提供しております。よろしかったらいらしてください。先ほど作りましたとんかつ、いただきます。衣がサクサクで、最初の食感サクッときた後にはすぐジューシーな感じが口の中に広がるんで、ぜひ皆さんこの揚げ方でとんかつ作ってみてください。